さあ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 やっていこうか。チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してから動画をミス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 進めていってね。先生先生、はい、こんにちは、ブルーホースでございます。ということで、バイオハザード6やっていきましょうか。クリス編でございますね。で、ちょっと先に謝っておきたいんですが、今日ね、なんかね、今これ始めてったんですけど、今のを見ていただいたらわかるんですが、ね、恐ろしいまでに、あ、隊長横取りしないでよ。これ結構キル数ってランクに変わってくるんですから。で、何が痛かったかっていうとね、あ、じゃあ味方だったわ。ちょっとパソコンが重いのか、なんかネットワークの調子が悪いんで、アプリだからネットワークはもう関係ないと思うんですけど、ちょっとね、ピアーズの言うが、僕の操作の言うことを聞いてくれなさげな感じになっちゃってますんで、そこだけちょっとご勘弁いただけたらね。だからなんか、こいつ、どこ向いてんのとか、全然プレイ下手くそないけど、みたいなことがあったら、ちょっと、おぉって、うらあ、ちゃ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 、やばいやばい、死ぬ、自分が溶けられすごいな。服を溶かす、もうダメだ、パソコンじゃねえや、俺の調子が悪いんだ、これ。うん。パソコンじゃなかったです。僕です。僕が原因でした。すいません。これはちょっとよろしくないね。よろしくないね。しかもね、前半のクリス編って結構ね、弾がね、まあ、これ今無限武器使ってるからあれなんだけどね、回復薬もあんまね、手に入らないからね、なかなかね、ツラタンなんですよね。じゃあ、ちょっと待って、全然、カッチカチやな、これ。体調溶かしてみる？ね。あ、危ない。溶けろ！オッケー、溶けた。溶けた、あったから隊長！あ、いいの？あら、隊長溶けた。隊長！ちょっと面白いかも。もう、むちゃくちゃだわ。最高だね。いいね。よし。で、あと、あれ、でもクリアって言ってないから、まだ敵がどっかいるね。なんかどっかで音はしてるんだけど、どこなんだろう。どこなんだろう。ちょっと待ってね。探して、あれ？クリア？あ、いた。お前にやろう。溶かしてよ。あー、だから隊長！お前、このクソ隊長、お前、このクリアじゃねえんだよ。おら、いって。なんでおめえさんはケロッとしてんだか。ああ、もう隊長。時間隊長。もう隊長、溶けても溶けない男だし、もう、頑張ってさ。なんとかさ。敵を倒そうと思ってんのにさ。そっか、そうやって BSA を引っ張って地位を築いてきたんだな。ここら辺特にないのかな。ここはなんかだから麻雀ルームみたいな、そんな感じだったよ。確かに奥すんの。なんか、ごめんね、君は悪くない。キック！隊長なんか全部取られる、隊長に。もういいや。うん。仕方ないよね。そうやって隊長になったんだもんね。ぬるや！隊長はやっぱあれだな。松岡修造の次くらいに熱い男だから、氷なんかになるわけよ。俺がそんな固まるわけないだろ。で、中進んでいきましょう。ここに出てきた。あ、いるね。めっちゃいる。痛い。落ちてきた。あー、おー。味方もやられてたんですね。んで、マッチ。きたねー。こんな雑居ビル。政府の要人たちは何してるの？ HQ to Alpha. The hostages are just up ahead. 要人って言われてるけど、何の要人なんだろう。なんかドルってのは大富豪。
なんかすごいの全部ドル450 450? 今の円やどえらい額になるけど、よし、じゃあ行くぜ、負けてけろドリーダー、おっぱい掴んでる。シーウイルスに侵された人間、痛いのです。侵された人間であってもやっぱりあれなんだ、性欲には勝てないってか。違う、ちょっと待って、失礼、一瞬ちょっとカットしました。うん、カットしたというか録画を切ってオンにしただけなんだけど、あの続きからやってるのには変わりないです。あのね、そこは気になる。何してんの隊長。あ、これグレネード今気づいたけど、弾の残り数に限らずあれだね、ゼロから装填するのと変わらないあれなんだね。あ、ちょっと待って、隊長全然いかんやん。どうされたピアーズに第一手だけ委ねておいて、自分はあの手柄だけ取りに行くから、まあそれをもうさっきから何回もやられてるんだけどね。いる？あー、もうちょいミスター、左気になった。オッケーで、違う違う、いるんだっけ、いるいるいる。あー、おー下手くそ、おいで、違う、あー、いる、おい、あ、なんか助けられたですね。オッケーオッケー。さあ、いいね、さっき捕まれてたけど大丈夫？ねえねえ君、あ、お尻触ってる。もうこの場合よさ、人間もテロリストもエロいやつしかいないじゃん。お近づきになりたい。あ、なんだ、いてあれもなんか今踏むみたいなのところ、本当気のせいか。じゃあ登っていこう。あと一人ね、もう全然気が進まないけど、おっさん助けなきゃいけない。あー、おっさんを助けなきゃいけないのに、もうなんかもうどこ向いてんぬー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 、痛い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 、ふい、お二人を潰して、敵はどこ。おお、下から雲が入ってきた。あ、やった、今のライフルはすごく重要です。どこ、これね、またね、あ、ちょっ、あ、緑ハーブがどっかで、ね、ハーブ拾わない。拾いたいんだけど。隊長とかもいつ探しに行けっちゅうの。何をそんなのんびりとしてるんですか。全然自分でなんかする気ないよね、こいつ。ちょっと弱ったところを俺がとどめさすから、おめえは先に行けだ、みたいなさ。ねえ。で、どこだ、ここ、あ、なんか、あ、うす。え、違う違う、いるんだけど、あ、いた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 、うん、いや、だから隊長、車線に入ってくんじゃないわよ。隊長あれだね、完全にもうあの手柄を横取りする気しかないから、もう邪魔ばっかしてくるよね。かわいい、目先のね利益ばかりをね追いかけてたらね、いずれね、あのフォロワーがいなくなって終わっちゃうんで、そこ気をつけなきゃいけないです。うれ、これは溶けるんだね。あ、おっさん大丈夫？おっさん固まってない？おっさん意外と熱いやつなんだな。気に入ったよ、ありがとう。よし、じゃあ、1階ですか。可愛い子だったらいいな。おっさんおばさんだったらちょっと勘弁だな。油でギットギットそうだもん。で、6回キック。あ、そっか、で、この回にも確か、エンブレムがあったはず。エンブレム、でもこのチャプターのエンブレム全部確か取ってるはずなんですよ。ファン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 言うてね。さすがにこいつじゃ火は収まらないですね。氷逆に溶かされちゃうもんね。まあ、溶けて水になって、その水で炎を沈下してくれたらいいんだけど、そんな都合のいい話はないよねっていうところだね。あるね。ジューン、あれ、ちょっと、ジューン。これすらも直接ぶち込まないとダメなのか。そりゃむずいなぁ。で、大丈夫、ちょっと待ってね。大丈夫、ちょっと待ってね。あの、やっぱ物資がないことにはさ、先立つものがないと
この先不安になるじゃないですか。そう、肉のなんか通されてるやつとかはすごくいいんだけど、魚系でさ、こうなんかまな板の上とかのこう氷の中じゃなくて、ただただ野ざらしにされてる魚を見るとちょっと不衛生だなって思っちゃったりするんですけど、その辺は皆さんの感覚的にはどうですか？あ、でもいつもこうやって投げかけるんだけど、誰ひとりとして今までコメントをくれたことがないから、今度こそコメントください。もしかしたらね、もしかしたらね、今度はあの事情があるかもしれないね。うん、ないしょ。オープンセサミン、そのチーンすぐ開くもんなんですね。めっちゃチュー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 言ってる。なんだろう、チュー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 言ってる。さあ降りていきましょう。デッテルテュー、デルタ1と HQ。 デルタ1、 All hostages on the 15th floor secured. Leaving the building now. Okay, that just leaves us. 15階、そんな高いビル。バイオテロをさ、今までさ、こういろんなこうバイオシリーズでやってるけど、こうやってちゃんと人を助けるっていう活動してんの、このここくらいじゃない？ねえ、普通はそのバイオテロのさ、凶悪っていうか、あの根源になってるやつらをぶちのめせーみたいなことが多かったりとかするけど、これに関しては本当にこう、それに巻き込まれちゃった人たちをちゃんと助け、真摯に助けようぜみたいな感じになってるよね。なんかそういう好きよ、バイオっぽくないって。ないよね。人じゃなくてちゃんとエレベーターの中に突っ込んでね、2人ともピンピンしてる。どういう状態よ。I'm fine. あれ？敵。あれだ。あれ？カチカチ。カチカチ。カチカチ。あれ？カチカチはカチカチにしかできないのか。ほい。これあれだっけ？まあ試すのもなんか時間がないからもあのやんないけどさ、固めた相手はなんか時間が経てば元に戻るのか、それともなんか溶けてなくなっちゃうのか、どっちなんだっけ。あれ、そっか、隊長の方に救急スプレーがあるのか、こっちないのか。わあ、それはちょっと良くないね。欲しかったね。オープンだね。うらばー、よいしょ。なんかちょっといかつい武器持ってんじゃないの、お兄さんたち。そんなあなたたちには、これね、ほい、キャー、違う、そうで、あ、ちょっと 3D みたいな。あ、隊長隊長にやられちゃった。そうだね、今分かったよ。ピアス、もたもたすんなってことですね。それは本当に申し訳ございませんでした。あの敵はやっぱじらしで突くのが楽しいかなって思ってた気なんだけど、そう、あ、だ隊長、ちょっとそれせっかちすぎるわ。もうちょっとこう引っ張ってさ、遊び心というかさ、ゲームだぜ、所詮。あ、そっか、ゲームの住民とか、それがリアルだから。あ、ちょっとプログラミングされてるからさ。ふい、キックー、そういうことなんですよね。そういうことなんですよね。うてて。あ、なんか巻き込みですね。ふい、カチカチにはならなかった。ふい、キック。オッケー。よし。こういう、え、てなんだ、あ、なんだ、いたのか。てっきり隊長、あ、めっちゃナイフで切り刻んでたわ。ナイフで破壊できるほどの柔らかな氷。てっきり隊長がなんか腹いせにこっちのことずずずずずってるのか。やつならやりかねないからな。うわーっとか言いながらさ、だ、あ、この子言うと大丈夫拾ったら、ちょっと一回降りて、用心回収して、帰ろうか。あ、これどうなんだね、なんかおかしいんだよね、まあ、それのさ、おかしいかどうかに関するツッコミをちゃんとするかどうかは次回パートでお話ししようかなと思ってるけど、多分しないと思う。なぜなら自分が喋ったこと何なのかっていうのがあまりにも適当すぎて、適当ラジオすぎるからもう忘れちゃうっていうね。さてさて、アイテムは拾いきったんだね。これで終わりかな。次何の無限武器にしようかな。まあ、楽にするんだったらマグナムにしてエレファントキラーが使えるジェイク編でやろうかなと思うけどね。そう、あ、そっか、ってことはもしそのあれだね、シェリーが、
あれだな、シェリー編が1周目、まあ、実質2周目だけど1周目って扱いになるとエレファントカシマシが使えるようになるのもあるか。あ、違う、 HQ here, copy that。エレファントキラーはそもそもあれだ、フォーリンエクスチェンジ、なんだっけ、ジェイクしか持ってないから、そっか、武器どうしよっかな、ショットガンって持ってたっけ、ショットガンあったな。あ、でもそっか、一発ずつの装填だけど、一応アサルトライフルについてるグレネードランチャーも持ってるもんね。それでいく、悩みどころだな。結局でも初手で何手に入るかだもんな。いや、じわじわ行くならハンドガンっていうのも別になきにしもあらずなんだけど、ハンドガンにすると今度エイダ編で別の武器を集めなきゃいけないし、姿もあるからな。まあ何がいいかね、用心ごといっちゃうか。用心もこれで終わったからもう、もういいんじゃないか。Gotcha. よし。I'm going in. Ready? なんだ、おばちゃんか。おばちゃんはいいや。別に、どっちでも。おい。おばちゃんは、うん。いいかな。これこっち行って、さあ出し、あ、あ、ほい。サバ折り。サバ折りしてる最中。よくないよ、これ。よくないよこれ。要人は生きてるのにこれ敵は死んでんだもんね。いいけど、そういうことであるならばいいってさ。Q. All hostages are okay. Alpha team is clear. Copy that. Commencing with bombing. Shit, we're trapped. What the hell do we do now? I don't know.じゃあ、まあ、あとは脱出して終わりっすね。あれ、なんか、チャプター1、ものすごく長かった印象があったけど、意外とそうでもなさげな感じっすね。うん。なんとか、3パートで無事クリアすることができそう。どれが長かった？どれが長かった？どれが長かった？ミサイル。都合よく脱出経路をちゃんと作ってくれるんです。 It's not personal. You know the mission takes priority. 無視されちゃいませんけど、まあね、要人を全員脱出確保できたら、ここにいるシーウルスに侵されたエロリストを殲滅するためにこのビルを爆破する、そういうオチで考えるのがいいのかな。さあ、あとちょっとです。敵はいるけどこいつらはどこかに行ったら、よしよしよし、隊長まだすか、行くで隊長。うそ、今ほぼ横並んどったのに隊長だけ、なんかあれかな、やっぱ100キロ超えてたらダメなのかね。はい、おいでおいで。お、ちなみにほっといたら隊長落ちて死ぬとかあるのかな。隊長、隊長挙動不審、誰を呼んでんの。僕なら隣にいます。いやー面白いな、今までさ、やっぱ弟とさ2人でホームプレイしかやったことがないから、コンピューターの挙動とかも見るのすげえ面白いよね。何してんのって思ったわ今、普通に。はい、まあなんかね、あの知らない間に無事チャプター1をなんとかしこしことクリアすることができましたんで、はい、最後まで動画ご視聴、やっぱ左利きだね、そうか、ピアーズ左だったんだ。じゃあもう毎回引きを戻すのをやるしかないね、頑張ろう。ここはこいつらはでもね、サナギになってまだ中で生きているってことなの。だってサナギを壊さないといけないもんね。壊れてないってことは普通に生きてるってことだもんね。うん、そういうことだ。はい。じゃあまあ無事にね、チャプター1もクリアすることができたの、よくやったということで、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いでございます。まあ、死亡回数ゼロ、クリアタイムもまあそこそこいいと思う。多分ね、命中率がひどすぎる、命中率 C だもんね。まあグレードランチャー使うとそうなるんだから、多分直接着弾しないとカウントされないんだろうね、あれ、あの爆発物に巻き込んだから OK とはならないんだろうな。
あーでもどうしよっかな、マグナムもいいんだけど、マグナムもいいんだけど、マグナム使うと今度アッシェリーがねダメになっちゃうけど、まあ、ちょっと何にするかは、考えます。はい、セミオートライフルでもなかったんですね。ちょっと考えます。マサルトライフルが無難かもしれないね。はい、ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また明日以降も動画お楽しみいただけたら幸いです。では次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。